どうも皆さん、よそらおかげまるです。さあ、ついにやってきてしまった。嬉しいんだけど、なんか終わっちゃうのが悲しいんだよな。ということで、君が死ね多数決デスゲーム最終章、冒頭30分ですね、今回まず公開されたので遊んでいこうと思います。まあ、簡単に説明しますと、本日、2月25日に、まず最終章の冒頭30分、まあ、前編の冒頭30分といった方が正しいかが遊べると。そして明日26日に、前編、まあ、要は全体の半分ですね、最初の半分が全て公開されると。で、後編がまた後日どこかで公開されると。それが本当の最後なんですよ。それが本当の最後なんだけど、でもやっぱりちょっとすでに寂しいよね。最終章でついてるじゃん。みんな見てこれ、赤くなってるところ。前編からということで、まずは冒頭30分、もう心の底から楽しんでいこう。南紀大先生、いつもありがとう。俺たちのために。無料だよ、みんな分かってる？このゲーム無料ですからね。本当にありがとう。心から楽しませていただきます。グッズ1億個買います、本当に。やあ、聞こえているかい？誰だろう。口調は蒼さんなんだよな。聞こえてます。よかった、返事があって助かるよ。そろそろ知りたいんだ、君が関わったあのデスゲームについてね。そんなに小難しい話じゃないんだろ。お願いするよ。記憶をたどる。帰る帰る。じゃ帰るわ。え、わかったよ、またにしよう。話したくなったらいつでも連絡をくれよ。帰らない帰らない。嘘嘘嘘嘘嘘じゃん嘘じゃん。だって楽しみにしてたもん。当たり前じゃん。もちろん記憶辿ります。もう言う通り、君の思う言う通りにする、全部。ありがとう。でもこの感じ、今まで登場したキャラじゃないのかな。来ました、普通の女子高生、児童院サラと親友のタズナジョー。二人はある日突然残酷なデスゲームに巻き込まれた。恐怖に負けず他の参加者たちと協力する道を選んだが、高校教師三島和美が最初の犠牲者になってしまった。もうずいぶん前だな。もう殺し合いは止められない。あー、カイさん。残酷な多数決によって主婦佐藤カイは死亡し、でも主婦で若干まだ笑い取れるよ。そして親友のジョーも運命に抗えず死亡した。うん、あー、びっくりした。あー、びっくりした。サラは幻影に心を侵されていった。うわ、懐かしい。もう若干懐かしいわ。心が壊れていく中、脅威は続く。さあ、ここで質問だ。うわー、前も選ばされたやつ。死亡したのはどっちだ。まあ、僕のコースではルートではレゴちゃんが犠牲になりました。いや、選びたくないけど、ちょっと今はいち早くストーリーを、先生が用意してくれたストーリーを見よう。その通り。その通りちゃうわ、俺が選んだんじゃい。犠牲になったのはシンガーソングライターやぶさめレコだった。どんなに脱出の希望をつかみかけても、敵は命を懸けてそれを阻止する。ガシュー。再び始まったメインゲームで美大生エゴコロナオは死亡した。さらにここで質問だ。さあ、そうだよな、ここだよな。死亡したものはどっちだ。まあ、僕は一番最初にたどり着いたのが蒼さんを犠牲にするエンドだったので、こちらも蒼さんを選んでいきましょう。別のルートも回収とかは後々やっていきたい。よし、よく覚えているね。なんか聞いてるくせに知ってる口ぶりだよね。なんか聞いてる方も。犠牲になったのは自称フリーター日和蒼だった。まあ、本当の名前は違ったわけだが、首輪を外し最後の力を振り絞って蒼は、そう、これもう前回のもう山場よね。ジョーの人工知能を呼び起こした。ついにサラは親友と再会し、長い悪夢から目覚めた。そう、あの幻影を振り払ったわけだ。しかしデスゲームはまだ終わらない。残り6人。いやー、減ったな、半分だ。いつもカンナはお姉ちゃんと一緒だった。お姉ちゃんが大好きだったから。
でもカンナは迷惑ばっかりかけて、あの時も何もできなくて恨まれてるって思った。ああ、これな、前回の最後の方のやつだ。でもあのメッセージで思い出したの。お姉ちゃんはきっと見守ってくれてるって。そう、サラちゃんだけじゃないんだよ、カンナちゃんもある意味幻影から、悪い過去というかその悪夢から立ち直れたんだよな。一人でもしっかりしなきゃダメだって。けどね、本当は知ってるの。あの文章はお姉ちゃんが書いたものじゃないって。カンナを守ろうとしてくれた人がいる。勇気づけようとしてくれた人がいる。だからもう誰にも死んでほしくない。みんな優しい人たちだから。君が死ね、多数決デスゲーム最終章やっていきましょう。うわー、懐かしいですねこの部屋も。もういやー、久しぶりの塗り屋台だ、めっちゃ嬉しい。皆さん、まもなくこのフロアは閉館となります。やっぱりフロア変わるんだ。すぐに上の階へ進んでください。出ないと指輪が、あ、指輪じゃない、首輪が。指輪だと被害がだいぶ最小限。ああ、分かってるさ、サラちゃん。サラさん、あなたはもしかして治ったんですか？やっぱハンナキ気づくんだな。幻影のことがずっと悪い夢を見ていた気がする。自分で作り出した幻影に勝手に苦しんでいた。でももう目は覚めた。私は、いや、私たちはもうお前たちには負けない。ハンナキーはちょっと良心がある感じもなんか後々響いてくるかもしれないんだよな。はい、頑張ってくださいね、サラさん。さすがだね、サラちゃん、よく立ち直ったよ。自分の力だけじゃありません。そうか、ソウさん。いや、ソウさんでかいな、マジで。まだちょっと俺引きずってるわ。俺には最後までわからんやつだったぜよ。利用されたり嘘ばっかりつかれたからな。キュー太郎は結構フットワークがすごかったよな。でもカンナを守ろうとしてくれたのは本当です。最後に最高の置き土産もしてくれた。そうだな、あいつの分まで生きなきゃなんねえぜよ、カンナ。もう自己犠牲なんて考えるな。はい、カンナちゃん、銀くん、あ、久しぶり。それにナオ姉ちゃんの分も。そうだよ、ナオさんもだよ。ナオさん、そのためにも今はできることをしよう。ならそろそろ次の会議行くべきじゃないか。首輪が作動するのは嫌だからな。脱出作戦は次の会に行ってからにゃ。てか、あの前回の銀くんの悲鳴の後何事もなかったのも若干ちょっと怪しいなとは思ってるよ。まだ絶対に、絶対に脱出しましょう、今度こそ。カンナ、カンナは明らかに変わった。強くなったと言ってもいい。サラちゃんもだよ。犠牲があるたびに私たちは変わっていく。そうさ、みんなの死を無駄にしたくない。行きましょう皆さん。ああ、行こうか、相棒。相棒、相棒、相棒。それは遊戯、闇遊戯。大きなドアがある。あれ、この先でいいのか。ちょっと待って、一旦セーブしよう。みんな、あ、今回、あ、初セーブだ、嬉しい。これでもどこ行ったらいいんだろう。右とか左とか関係ない。でもこの先でいいのかな。あ、待って、この奥に左右できてる。こんなのあったっけ。とりあえずもう奥行ってみようか。入る。お、前入った部屋とは別の場所だ。青空、まるで脱出できるかのような。お、なんじゃこの空間は。今更驚くことじゃないわ、ただの映像だにゃん。
銀が擦れた大人になっていくぜよ。成長している戦いの中で。まるで空を歩いてるみたいですね。この先アルセウスでもいそうだな。ポケモンの話です。ダイヤモンドパールです。階段の先には背景と同化したドアがあった。入ってみるか。どうかしてるぜ。もちろん入ります。ドアを開けて中に入った。いやーちょっと待って、本当にドキドキが止まらない。でも前回と階段変わってるもんね、様子が。真っ暗だ。長い通路か。みんな大丈夫？はぐれてないかい？大丈夫にゃん。しっかり前の人の服を掴んでるわん。それ怖くない？なるほどな。背中がグサグサすると思ったら銀の爪ぜよ。あれ痛いんだ。ん？おい貴様ら、ここに桶みたいなものがあるぞ。なんだ？第一章のあの風呂場か？あ、カンナのバケツです。返してください。あ、巨大プリンの。詳しく生存島を参照してください。あ、うっすらと明かりが見えてきました。なんかみんながこうやって前に進もうとしてると、なんか俺だけクヨクヨしてらんないって気分になる。なんだろうあれ。調べたくないものがある。すごい。あれは？細長い石のようなものが明るく照らされている。なんか墓石っぽくてやだな。そうだよね、お墓っぽいよね。距離がつかみづらいがかなり大きいぞ。お墓誰かに調べてもらう。引っこ抜こう。まずはちょっと書簡を。お墓？あれはお墓か？お墓？誰のでしょうか？それにしてもなぜこんなものがここに？ふん、誘拐犯の挑発な、挑発なんじゃないか。俺たちをここへ埋めるぞってな。おお、びっくりした。またなんか明かりがついたにゃん。すごいディズニーランドみたいな演出。ちょっと待ってください。 AS って書いてある。かっこいい、なんかイブサンローランみたいな流れで。大きな箱のようなものがある。九太郎さんより大きな箱ですね。相当だな。じゃあまさかこれは棺だ、宝箱だ、お弁当箱だ。お弁当箱に違います。棺だろ。まあ見た目的に棺だ。何？まさか中身入ってるんじゃねえよな。バカな、誰の遺体が。開けるべきだろうかこれ。でも開けるしかないよな。開けます。箱の蓋をゆっくりと開けた。吸血鬼とかでいい。ディオ様とかでいいです。まさか。これは人だ。人が入ってるぜよ。このマフラー特徴的だよ。一体誰が。出た。バカな、こいつはアリス。やっぱり本物の日和。そうじゃないか。アリスが第一章か第二章かなんかの最後の方で言ってた、俺が殺したって言った。でも、うわぁ増えた。でもさ、この最終章の公開 PV みたいなのが池袋のすごいでかいなんかディスプレイで流れたらしいんですよ。で、YouTube にも上がってたんだけど、このキャラクターが緑って名前で表示されてたんですよ。つまり、僕を殺せばいいんだ、みたいな。あれめっちゃ気になったことない？みんなも多分気になったでしょ。でも日和そうのはずなんだよな。謎が謎を呼ぶよ。にゃ、また箱が増えたわん。一体これはどういうことぜよ。まさかあの公開 PV を見た人はちょっと差し付いてるかもしれないんだけど、もしかするとこれは彼らなのかもしれないぞ。開けましょう。ああ絶対そうだ。やっぱり人が。みんな覚えてますかこの人。処刑ビデオで見た人なんだよ。あのバーのところにあった、一番最初のほら第一章とかで探索してたあのバーにあった、あのほらあと紙切れとかにもあった、あの最初に俺たちが出会う前に犠牲になった人たちなんだよ、おそらくね。いや、このメガネの人どこかで見たことあるわん。そう、これ犠牲者のビデオ。最初の試練で亡くなった人だ。そうだよね。そうだにゃ、斧で頭を。でもすげえ綺麗な状態だよ。それにしては外傷が一つもないよね。綺麗な顔してんだろ。
うわー、これもしかして全員分じゃねえか。うお、たくさん羊が、羊って言っちゃった、羊が。たくさん羊がいたらそれは癒しだ。全部開けるよ。じゃあもう手前から。か、カンナと同じぐらいの年の人でしょうか。学ラン姿の男の子。にゃん、生きてたら返事するわ。銀。フードをかぶった女の子が入ってる。このフードはノエルのやつだね。ロエルとも言うべきか。大きな帽子をかぶった女性が入っている。みんなそれぞれなんとなく思い浮かぶよね、おそらく姿が。まるで墓地だな。薄気味悪い。みんな一度はゲーム内で出てきてるんだよ。青い髪の男性、押しつぶされた人だ。息はしていない。息はしてない。どうしたらいいんだこれ。もう一度調べるべきか。体に触ってみる。気になるところを探す。ちょっと触ってみようか。じゃあちょっとおさわり失礼。ソウさん、本物のソウさん。どこか怪しいところは。怪しいところ。あ、起きてんじゃん。あ、あ、サラ姉ちゃん、どうしたわ。離れて。その人動いた。嘘。嘘でしょ。本当に動くの。すごいすごいすごい、さながらアンデッドだが。いやいや、リビングデッド、リビングデッド。まさか本当に。バイオハザード2。なんで2やね。うお、出た。はじめまして、サラさん。あ、この BGM 出た。めっちゃ好き。あはは、真っ暗な中ごめんね。驚かしちゃったかな。緑髪の男性。死体じゃなかったぜよ、貴さん。でも確かに息してないって言ってたよね。この通り、元気ルンルン、ルンルンさ、楽しんでくれたかな。楽しめてたまるかぜよ、貴さん。何者かじゃ。あれ、やっぱり覚えてないか。全然いいけどね。僕は今回のフロアマスターだよ。よろしくね。フロアマスターだったのか。そうきたか。うわ、面白くなってきた。フロアマスターだって。うん、棺で5時間も待ったんだ。じらすなんてひどいよ、みんな。なんか結構想像よりも口調が軽いな。さあさあ、もっとこっちへ集まって。僕を殺したアリスさんも。やはり貴様は。ちょっとアリス、後で詳しく聞かせてもらうわ。時間はないんだ。そろそろ紹介させてもらうね。今回君たちをサポートする人形たちを。やっぱり人形か。伏線だったんだ、今までの人形。うわー、壮観だな、こう見ると。な、これは。あー、ノエルの帽子だ。うん、最悪な目覚めね。やってらんねえよ、こいつらのサポートなんて。この子あれでしょ、ランマルくんだっけ。俺同じ丸同士、ちょっとね、親近感湧いてんの。まあいいじゃねえか。で、どいつが俺の相棒だ。絶対刑事さんと組まされるやん。絶対刑事さんか、九太郎やん。でも意外と銀くんだったりして。なるほど、これもしかしてちょうど6人生き残ってるから、1人に1人ずつサポート人形がつくのか。相棒。こら、正確にはご主人様でしょ。君たちはサポートなんだから。ま、待ってくれ。サポートって彼らは。あはは、紹介するよ。彼らは人呼んでダミーズ。ダミーズ。誰とも出会えずに死亡してしまった悲しき犠牲者さ。あら、キャー、サラちゃんかわいい。安心して、私たちは味方だから。私の名前を。この子なんだっけ、パン屋さんだっけ。もちろん彼らは人形だからね。必要な情報は先にインプットしておいたよ。こんなの死者への冒涜だ。家に帰らせてくれ。今さらあがいても無駄。あら、みんなすげえ個性あるな。今回みんなにはダミーズとペアを組んでゲームに挑んでもらいます。ペアだと。では運命の赤い糸、サド。なんだ、首輪が。おお、あ、ええ、
俺が一番気になってるキャラクター、マルちゃん。これは、すげえ嫌そうな顔されたけど、こんな美人がペアなんだぞ。喜べ。赤い運命の糸で繋がれた人が今回のペアさ。首はすごいね。こんな、カンナちゃんかい。いや、いいけど、車田さんね、覚えてるよ名前。車田正道だっけ。子供か。いいぜ、守ってやるよ。俺は車田だ。大丈夫かな、カンナちゃん。すごいところペアになる。でも前髪が同じ、分け方が。キャー、九太郎さんがご主人様ですね。私、舞です。仲良くしてくださいね。剣舞ちゃんだっけ。な、何舞ちゃんだっけ、ごめん、忘れちゃった。剣舞は、また遊戯王だな。おそんなノリでええんかじゃ。ひなこ。ああ、一番見たいペア。注目ペアですね。中学生ぐらいか。君も大変だね。うわ、私の相手殺人鬼。あ、アンズです。お手柔らかに。ふん、殺人鬼だと。面と向かってそれは俺に聞く。やめろ、聞いとるやないかい。聞いてる聞いてる。プププ。あら、私は早坂だ。参ったな。相手は子供か。参ってるのはこっちは早坂俊介だっけ。サラだっけ。俺は乱丸。お前と同じ高校生。やっぱり乱丸くんだ。同じ丸同士仲良くしようね。高校生か。よろしく。チェンジで。違います、よろしく。よろしく。うん、まんざらでもなさそう。偉いぞ。みんな仲良くできそうだね。じゃあ最後に僕も自己紹介するよ。日和そう。殺人鬼やぶさめアリスに殺されたかわいそうな人形さ。やっぱり人形なんだ。と言っても日和そうは僕にとっても過去の名前だね。だってシンが大切に使ってくれたんだもん。今さら名乗る気なんてないよ。ないよ。ちっちゃいつつけるね、ゴミに。なんか和むな。殺し屋のはずなのに。月見シン、私たちの知るソウさんの本当の名前。でもなんかシンって呼び捨てにしてたね今ね。仲いいのかな。関係ありそう。日和ソウという偽名は彼から取ったんだ。てか彼から取ったってことは少なくともこの人を知ってたってことだもんね。かわいそうなシン、僕は本当に悲しいよ。あ、じゃあ待って、これさ、ソウさん生存エンドだとまた変わるんだな。エンドってかル何それ。ソウさん生存分岐ルートだと変わるんだろうな、反応が。うわ、回収すんの楽しみ。どうせ死ぬなら僕がこの手で殺したかったな。なんてこと言うんですか。あはは、怒らないでよ。君たちに僕の愛情は理解できないんだから。この人どこかソウさんに似てる。でも何かが決定的に違う。とにかく呼び名がないのは不便だよね。ねえサラさん、君が代表して僕に新しい名前をつけてよ。あー、自分でつけれちゃうんですか。いや、緑で行くよ、それはもちろん。緑か、いい名前だね。本当にそれを名乗っていいのかい。うん、緑でいい。いや、なんか俺はもう南紀大先生がつけた名前がいいわ。緑で。ありがとう。素敵な名前をもらえて嬉しいよ。それで今回はどんなことをさせる気かな。あはは、待ちきれないよね。安心して、すごく簡単なボーナスゲームだよ。もう絶対嘘だよ。え？力を合わせてある標的を殺してもらうだけの、いわば狩りさ。ハンティングの方法は自由。撃っても刺しても殴っても締めても何でもあり。間接的とはいえ、もう何人も殺してるみんなにしてみれば余裕だよね。一体誰を。えっ、嘘でしょ。標的は篠木刑事。なんちゃって。もう心臓止まるからやめて、みどり。ドキッとしたかいさらさん、冗談に決まっているよね。仲間を殺させるなんてさ。
話を進めて、鬱陶しい、騙された、いや騙されたけど、話を進めてくれ。今マジで騙された対象で抜かれる顔してたわ。分かったから話を進めて。真面目なんだね、いいと思うよ。相手のペースに乗っちゃダメだ。そうだ、標的は緑さ、つまり僕を殺せばいいんだ。ここの、なるほど、ここのシーンだったのか。あはは、ダメダメ、二度は言わないよ。さあサブゲーム、人殺しゲームを開始しよう。極上の殺意を待ってるよ。言っちゃった。ま、待て、説明は終わりなのか。あの人を殺す、人形とはいえちょっとやだな。ふふん、いいのか、今のが一番のチャンスだったかもしれねえぜ。なもん、急に言われてできるかぜよ。多分あいつこのフロアの一番奥まで逃げてったよ。うん、仕方ないか、まずは私たちが持ってる情報を君たちに提供するよ。ん、まだ他にも情報が。そうなの、あいつめんどいから詳しい説明は私たちがしろってさ。一応知り合いっていう感じなんだね。どうやら話を聞いた方がいいみたいだね、サラちゃん。はい、ちょっとまた相棒って呼んでよ。てってれてん、てってれ。佐京さん、さあじゃあ話聞いていこうか。じゃあ左側から聞いていきますね。どうもサラ先輩。先輩、そういうの嫌、私から見れば高校生は大人だからね。好きに呼んでくれればいいさ、ひなこ。よろしくね、サラ先輩、話が通じそうな人で嬉しいわ。そうだ、一つ情報を与えるね。私たちがサポート役に選ばれた条件は一つ、あなたたち生存者に一度も接していない死亡者。ほう。最初の試練で死んだのは8人って聞いたから、2人は生存者とすでに面識があったってことね。カンナの姉と笹原めぐみか。あ、それぞれあれだ。なるほど、カンナちゃんとケイジさんと関わりがあったから。もう一つ大きな情報があるけどまだ言えない。え？え、全部手の内をさらけ出すと手駒にされちゃうでしょ。利用されるのって嫌いなんだよね。この子だっけ、殺されるんだぐらいだったら自分で死ぬって言って首吊ったの。利用って、そんなことしたくない、仲良くなりたい、バレたか。まあ、そんなことしないだな。私はそんなことしないぞ。命がかかったらどんな魔が差すかわからない、あなたの方がよく知ってると思ってたけど。グーのでも出ない。これは私の防衛術なの、怒らないでよサラ先輩。まあそうだな、そこは何も言えないわ。こんにちは、アンズちゃん、あなたがサラね。あ、ああ、え、仲良くしようよ、同じ年ぐらいでしょ。さてはこの服装で判断してるでしょ、変なやつだって。まあちょっと嫌な思い出あるしな、その風土。そんなこと失礼しました、そんなこと思ってない、確かに変な服装だ、フードに見覚えがある、これなんだよな、これ言っていいですか。そのフードに見覚えがある、整えるとかいう人形のやつでしょ。あ、知ってんだ。ひどいよねあいつ、私の服ひっぺがして着てたんだよ。これ知ってるっていうのは割と重要な情報な気がしない、整えるのことを。あ、まあでも情報はインプットされてるからあんま関係ないか、 AI だもんな。説明難しいんだけど、私ね、学校外でピエロみたいなことやってて。大道芸ですか。お、なんかちょっと整えると通ずるところあるね。最近僕ジョーカー見たんでちょっとピエロ怖いですけど。ほら、こういうのしてイベント出てるんだ、イットとか。イットとかジョーカー見たばっかりだからピエロに反応するわ、体が。怖い仮面だな。子供泣くで。だから引かないでね、本当に。あ、ああ、それより何か情報ある？もちろん、他の人に聞いてもらえる？むむ、忘れてしまったのか、か手の内を明かさないようにしてるのかだな。いやサラさん、早坂さん、私のことをご存知ですか、何か知ってますかね、何か知ってますね、じゃあご存知か聞いてみようか。私のことをご存知ですよね。何のことだか。このデスゲームについて
何か知ってるのでは。なんか初見ビデオの時になんか言ってたよね。君は僕の犠牲者のビデオを見たね。考えてごらんよ。私は本物の早坂じゃない。そっくりに作られた人形だ。組織に不都合な記憶が残ってるわけないだろう。え、でも残ってるよ今。そうですか。まあ残ってても言わないよな。いやもうその幸せは残っとるよ。分かってくれて嬉しいよ。じゃあ私はこれで。完全に怪しいな。サラって呼んでいいよな。それはもちろんだ。自動員さんと呼んでほしい。サラ様と呼んでほしい。いやまあここはまあもちろんさ。もちろんだ。同じ学年ぐらいだろうし。てかよく見たらすげえさらし巻いてない？肌白いな。言ったな。後で先輩だったとか言うんじゃねえぞ。こんな場で先輩後輩なんて考えてる場合じゃないと思うけど。それよりも何か情報はないのか？ある。俺たちが繋がってる首輪の赤い糸だけど、ペアのやつとある程度離れると首輪が起動して首が飛ぶぜ。マジで？それ超重要じゃん。なんだって？まあそれはサポート側だけだ。サラの首輪が起動することはねえよ。いやでもやだよ。ランマルの首輪だけか。だからあんまり離れないでくれよ。好き嫌いは抜きにしてさ。わかった。もちろんだよ。キャサラちゃん、一緒にお話ししてくれるの？なんかすごい、なんかめっちゃこっちになんか構ってくれるね。お話というか情報を。スリーサイズ？いやいいです。いえ、デスゲームに関することを。サラちゃんの好きなタイプ教えてくれたら教えてあげるね。何？好きなの？サラちゃんのことが。強い人、優しい人、考えつかない。まあ優しい人かな。やっぱり優しい人とか。わかるわかる。大事にしてくれる人が結局一番だよね。君が死に始まって急に初の女子トークですか？はい。でも優しい人はここでは生き残れないよね。あ、気を悪くさせたらごめんね。情報が聞きたかったんだよね。わざとか？私たちに関することなんだけど、本物は最初の試練で死んじゃったの。まあそうだよね。死の瞬間を撮った犠牲者のビデオってやつを私たちは見せられたんだ。え？本人？いや本人というか、まあいくら AI と人形とはいえ見せたのか。むごいな。正直ね、許せないんだこんなことさせられて。だからね、私も頑張るから、サラちゃんにも力を貸してほしいの。お願い。はい。ありがとうサラちゃん。ペアじゃないけど頑張ろうね。頑張りましょう。いやなんか調子狂うな。すごい元気すぎて。お前が地動員サラね。何かおかしいですか、車田さん。そりゃな、だって高校生じゃん。ただのよく生き残ってると思うぜ。純粋にすげえよ。いやそんなこと言ったらあなたのペアなんかもっと幼いですし、なんならもっと幼子がいますよ、銀くんっていう。ギリギリです。仲間のおかげです。多くの犠牲があった。まあ多くの犠牲があったんだよ。それでも多くの犠牲がありました。仲間を何人も失った。仲間なんか作んなよ。悪い悪い、何でもねえよ。おっと、それより教えてやんよ。このフロア怪物が潜んでるらしいぜ。怪物ですか？正体は人形かなんかだろうけど、武器がねえと悲惨だぜ。お前喧嘩したことあんのか？さすがに暴力を振るうような喧嘩はないです。じゃあペアの白政野郎に頑張ってもらえよ。キスでもしてやれば死ぬ気で働くんじゃね。まあ男心をお前もてあそびやがって、なんだと思ってんだ。いえ、誰かが死ぬ気で戦うなら私も死ぬ気で戦います。なるほどね、面白いわお前。さあ一通り話を聞き終わった。待って、その例の怪物じゃないのこれ。何の音だ？ったく、早速来ちまったみてえだな。怪物が襲いに来たってことだよ。